はい、間違えました。ロアナモールです。もう今日は、ちょっと連続で、もうランクをね、10ぐらいにすれば多分ガチャマッチャができると思うんですけど、まあちょっとそのランク上げですね。ちょっとずっとやっていかないといけないので、せっかくね、データ消えちゃったのは仕方ないので、ポジティブに捉えていこうかなって。もう一回スプラトゥーンが1からできれば、後悔してる。俺はとても今、後悔してるよ。後悔っていうか、どうしようもなかったっていうか、しょうがないですよね。あと前。やっぱ、サメみたいに上がってくる。え、でもラグくね？ちょっとやばいって今の見た今。これ上がってきそうよね。やだよ、なくなっちゃうの。これ味方助けてあげる。あ、関係なしバリアだった、もしかして。ごめん、関係あったわ。落とした。あー、シャワーだよ。雨のシャワー。雨のシャワー？インクのシャワーか。ぶつかりまだ濡れてないので、塗っていこうか。左さ、ここスポンジないんよ。てか狭いな。ここ。ここね、スポンジないから、いけないんだよね、向こうで行くから。何やってんの？行けないぞ。ねえ。行ってたよ。おい、行けないぞそこ。ちょっと待ち、ありがとうございます。ステージ難しいからな。ちなみにスプラ2でもあそこは行けないんだけど、なんか昔行けたけ、あ、なんか来てる。止まった。バレてないか。オッケー。やり過ごした。あ、極力倒したくないんですけどね。なんか塗ってる邪魔をしようかな。ごめんね、塗ってるところ悪いね。最初ジャイロするのはむずいから、首が曲がっちゃう気がする。ジャイロでごめんね。よし、このままアイビジンちょっと塗って、あー、ごめん、今マップ見たんだけど、これあれだ、自分がすごい生きてるわ。敵全然来ないもん、こっち。いや、塗った。ごめん、なんかめっちゃ塗っちゃった。あの子はもう塗る楽しみを教えてあげよう。問題はね、あ、そうそう、ジグにいっぱいいた子、危ねえ。なんか後から持ってきた、怖い。怖、自分がやべえ。見て、敵神ちゃん塗ったのに。てか俺今倒しちゃったからジグ塗られちゃうよな。俺塗り返すか、時間がないんですよ。うわー、めっちゃ塗られてる、めっちゃ塗られてる。もう誰か侵入してきたよ、俺。そう。塗って終わるわ。あー、若干来てるね。マップ見ると結構し、あー、厳しい。なんか微妙い。なんか微妙。微妙くない？そうだ。あー、ギリ。ありがとうございました。相手、通路の方塗ってなかったな。ギリギリだわ。よかったよかった。はい、マッチングしました。土地をバッキングです。あー、武器がやっぱバカバカ。でもチャージャーがいないんですよね。平和だ。最初、スプラッシューターかローラーとか持ちたいよ。どうした？なんかカモンされた。頑張るぞ。仲間よ。俺も一緒に頑張るよ。動いてないね。下落ちたのかな。まあいいや。まあ、ジグン塗って、まあ、8にもうちょこちょこランクは上げてるんですけど、なんか、なんだ？めっちゃ十字ボタン押してますね。うん。ちょっと、敵は来てないですな。全然来てないな。どうしよっか。敵陣地塗り行ってもいいよね。もうここまで敵来てなかったら。味方大丈夫？ん？なんか水に落ちてるな。水に、下の足やの。立ち上げ難しいと。やっぱり初心者とマッチングすることも多いね。だって慣れてないもんね。時々いたんですよ。スマーフっていうか。
サブ赤っぽい。もしくは俺みたいにデータが消えた人。でも俺以外にもデータ消えてる人がいるっていう。まあ、いるでしょうね。危な。え、怖い。めっちゃ怖い。やめて、バリアで突き抜ける。あ、全然動かない。待って、めっちゃ攻撃されてる。全然動かなかった。もう避難してくる。ああ。めっちゃ濡れるんですけどね。怖い。あ、怖い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 。急い急い急い。もうバリアないからきついよね、来たら。あ、オッケー。このまま塗っちゃおう。相手ピンチついてるから、もう、ヒルも、こんなせず、降りたい。あー、降りてきちゃったな。うん、頑張って塗ってるね。俺も頑張って塗ります。いけ。あ、てか感度変えてないですね、そういえば。ちょっとやりづらい。そこ、すごい。ほら、味方グイグイいってんもん。ほら、ほら、うまい、うまいよ。うまいよ。時々うまい初心者いいんだよね。さっきも言ったんだけど。どうしよっか。ちょっと周りに行ってもなんか揺れかってるんで。おー、降りてる。これちょっとマップが見づらいな。みんなにマップが見れないのがきついですね。これパッド、ゲームパッドの下、あはははは、リスキルされてる。リスキルされてる。ああ、うちの初心者が本気だ。仲間のランク1がめちゃくちゃ本気。あ、いる。そう、マップがちょっと見づらいかなっていう。すげえ。青いな。青いな、これ。ありがとうございました。なんか、申し訳ない。いや、このままでもちょこちょこランク上がってるからね。いいよね。いや、もうランクが6になったんで。1試合に、まあ、約1個上がってる計算。なんか塗りポイントと、スプラ2とちょっと違うところで、塗りポイント勝ちポイントで確か2は上がるんだけど、このね、スプラトゥーン1は、塗ったポイントがそのままポイントになってるのよ。300ポイントとか600ポイントとか、勝てば増えるとかじゃなくて、もうマジで塗ったポイントが増えてるのよ。確か。でも、そんくらい、結構、もらえるポイントが多くてね、縄張りだとめちゃくちゃいいんですよね。とりあえずランクを上げたい。え、なんかラグいな、それ。ラグいぞ。対戦が。ちょっと心配なり、俺。周り塗っときまーす。もう後にね、縄張りだとかきつくなるんで。いや、勝ちよとアルバネがやりたいですな。そろそろステージの変更来てもおかしくないけど、それこそスプラ2と比べると4時間でステージが変わるから、ステージ自体もね、そんな多いこと多いわけじゃないかもしれない。え、めっちゃ行ってるやん。仲間めっちゃ待って、俺登山してるだけだよこれ。ねえ、敵いないんだけど。ほらほらほら、信者強いんだって。おお、どうするよこれ。ああ、ほらほら、見て見て、逃げた敵を追いかけに行ってやられてる。結局やられてる。ああ、危ない、これ逃げる。あ、待って、これ俺のことビーコンに使われちゃえばやっぱ疲れるよね。わあ、ごめん、なんか一旦後ろ寝ろっか。ビーコンにされちゃう、やばい。初心者がなぁ、初心者じゃないかもしれんなぁ。もしかしたら初心者かもだけどなぁ。ちょっと塗ります、今回は。あらあら。このまま上に。いった、あぁ落とされた。強い。落とされた。マリドロ。今ね、落とされたね。敵のキルだ。え？なんかピチピチされたんだけど、いないよ。あ、下にいる。なんで初心者だと思われたかもしれない。俺も。あー、やばい。あー、俺が押さえてる間にやられてく。
ばいよ。やばいよ、俺キレ抜くだけだよ。あ、頑張れ頑張れ。まあ、ランク上がるから。おー、敵も逆襲してくるし。みんなでも上手いな。最近なんかみんなゲーム上手い。もう、俺が下手になってるのかもしれんけど。ありがとうございました。ちょっと今日は、次なんか別のステージ来た時にやろうかな。はい。結構ランクも上がりました。ありがとうございます。